今回紹介するのは、さえない彼女の育て方13という本です。加藤恵の魅力とは何か、それは加藤恵である空気なヒロイン扱いで、昨今のラノベには珍しく一巻の表示をでっかく飾ったヒロインではないが、 めぐみは噛めば噛むほど味が出るヒロインとしてはじめはエリリアシハネ先輩に惹かれていた読者を見事に引きつけてくる感情表現が適当な女の子そう言われていた加藤恵めぐみはすっかり鬱陶しくて重い女の子として。 しかしながら一番可愛い女の子として主人公と一緒に進んでいく道を選んだ物語に大きな起伏がなくてもいいただ加藤恵がいて秋林也がいてサークルがあってそこにある種の幾何学的な美しさを持って彼らは結ばれ進んでいく13巻における加藤恵は間違いなく加藤恵だった前半いろいろと書いたが 感想など、本当はこれだけで十分であろう素晴らしい作品をありがとうついに最終巻。序盤からニヤニヤが止まりませんエミ私的にはハッピーエンド A なしなしアンドシハネ先輩。それぞれとのやりとりもとても良かった終わってしまったのは残念ですが今度は3期が来るのを楽しみにしたいですねともあれマルド先生お疲れ様でした以上。 興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。